名神大社とは、日本の律令制下において、名神祭の対象となる神々を祀る神社である。古代における社格の一つとされ、そのすべてが大こそに列していることから、名神大社と呼ばれる。縁起式巻んの臨時祭の名神祭の上下と、道館9.10の神明式に掲示され、後者の記載にあたっては、名神大と略記されている。名神は、 神々の中で特に古来より霊言が著しいとされる神に対する称号で、俗に本期、天平2年10月後日上の牧会からの蜜着物を諸国の名神社に建て祭ったとあるのが、文献上の所見であるが、公認12年正月4日付大城官府に、名神は、あるいは、脳のために年を祈り、あるいは日出りのために雨を祈る。災害を排すに至り、 線に印を割りとあるように、とりわけ農業の保護が期待されていたことが伺える。もっとも、その点では、感謝一般も同様であるため、感謝数の増大に伴って、感謝中でも、特殊的な位置を占めることを、明確化するために名誉的に設定されたものと見る、説もある。日本語期以後、次第に、仏教用語の意味合いを含んだ、病人と婚姻を記載されるようになり、 律令制の主観に伴って、名神社は22社へと収縮固定されて、名神祭も廃絶したため、中世以後は、社格の意味を持たない、病神にとって変わられた。ある神が名神と認められる条件は、感謝に劣し、大こそに昇格している必要があるとされるが、非官兵者や無神義の神が名神になる例もあり、また、六国史等の記録にも、 名神に預かるようになった理由を示すものは稀である。ため、判然とはしておらず、名神祭祀のあず名神館社長にも、その手続きは定められているものの、その要件は示されていない。なお、道場によれば、名神となるには打ち印の押された名神に預かる、胸の大乗官府が仁義官と所轄する国に、達されるのを待て、とあり。 直教を得てから神議館の神明帳と諸国の神明帳に記載されるという手続きが定められていた。名神祭は国家的事変が起こり、またはその発生が予想される際に、その解決を祈願するための臨時の国家祭祀である。名神祭式に規定されるが、そこには対象とする神社名、座数、平物の色目が記載されるのみなので、 その期限や詳しい儀式次第を知ることはできないものの、儀式次第については口述する旧神災との類似から、後家次第に記す入川城、木舟領神社に対する旧、富有のそれや、長野軍祭に記す、旧祭のリ人が参考になるとされる。具体的な祈願の例としては、天平法寺8歳11月期中の藤原中丸の乱における中丸中ちの法祭として、 大見国の名神社に奉兵したとある。実際に政治的事変が起こった際に行われた記事が初見であるが、延暦7年5月期有の正直に、伊勢神宮及び七道の名神に寄すとあってから、以後は記録に残る例は、祈内の名神に限る場合は、祈り止めを全国名神に及ぶ場合は、法年の予祝や災害の予防といった抽象的なものを祈願したものが大半を占める。 特に、機内の名神については、同じ臨時祭である、旧神祭と重なるものがほとんどであることから、その関連性が指摘でき、旧神祭に連なるのは、名神と山城、山和両国の山口神や水分神といった濃厚の、養水に関わる神であるため、名神に、これら山口、水分の初心を加えて成立したのが、国家の旧神であろうともされる。なお、旧止め浮の場合、 まず、入川城、木船領神社に奉兵し、神限がなければ、立田、広瀬領神社を加え、なお収まらなければ、十一社へ、次に旧神祭祭神にへ、さらに木内名神社へ、と全時拡大されていったようである。名神災式には、名神大社として二百三社二百八十五座が、記されているが、新明朝には二百二十六社三百十三座が、記されており、 神明町にあって、名神祭式に見えない名神が23社28座あることになる。このズレについては、両者の管轄が違ったためとする説や、式の電車の間の5社入りであろうとする説、新たに列せられた、名神大社が、名神祭式にはすべて記載されていない色であると、する説があり、名神祭の儀式次第や、旧神祭との相違などとともに、その解明は、 将来の課題として残されている。1、新名帳と名震災の欄は、それぞれ演技式の新名帳と名震災式に記載されている社名を、新定像保国主体警本によって記す。座は座数を表し、一座の場合は省略した。2表記に際しては、一部を除いて、常用漢字に改めた。3否定者が複数ある場合、 最も有力なものを無冠で示し、他の論者には、お冠した。4本来の名神大社とは認めがたいものの、名神大社を合詞したなど、その後継を主張するもの、その他参考の神社には、お冠する。53.4の否定については、式内社研究会編、式内社調査報告工学館大学出版部を参照した。6、深海列は参考として、 6、六国史修了時の革新の深海を神社資料修正に従って記載した。7、修正列は神社資料修正における神社公営のリンク先を記載した。ありがとうございます。